ゆいぽんに質問です。はい。じゃじゃん。簡単に自己紹介をお願いします。埼玉県出身の小林ゆいです。欅坂46です。ゆいぽんに質問です。はい。オーディションを受けたきっかけは？高校1年生の時に芸能界に入りたかったので、ちょっと挑戦してみようかなと思った一つ目が欅坂でした。ゆいぽんに質問です。はい。オーディションの時の思い出は？思い出、斉藤冬香が、うん、そのオーディションの時から、うん、ゆいぽん推しだったっていうのを言ってね。そうそうそう、私埼玉県の人しか会ったことなかったから、こうなんか神奈川ですとか、なんかすごいところに来たんだなって思い出があります。